日本エネルギー管理センターの西山です。オウム処理研修の阿部です。こんにちは。今回はですね、こちらの制御盤の方にいろんなこう番号が書いてあるんですけども、はい、これあの阿部編集長ご存知ですか。はい、52とか58とか8だと思う。はい、58は5じゃない。はい、いろいろありますね。はい、はい、あんまり覚えてません。あ、そうですね。はい、はい、これあの制御器具番号って言いまして、はい、まあ、実際に電検算子とかだと出てこないんですけども、はい、この施工管理技師とかですね、あとこの間の実は第一種電気工事士でちょっと出たことがありまして、そうなんです。まあ実際に分かってなくても解けたんですけども、はい、まあ、結構あの知っといた方は便利かなという番号があります、はい、でも実際にちょっとこちらの番号見ていただきたいんですけども、はい、これ番号だけ書いてあるとこれ知らないと何かなんだか分からないんですよね。はい、はい、なんであのちょっと今回ですね、あのこの制御器具番号について少しお説明していかなと思いますので、はい、はい、あのせっかくのなんか私が担当と説明したまでなんて、はい、ベヒッシュがどんどんご質問いただきながら答えていこうがいいかなと。わかりました。ということで、はい、はい、どうぞ流れと、はい、でじゃあ上からやってみましょうか。はい、はい、52R って書いてますけど、はい、まず52は、はい、まず52はですね、はい、遮断器ですね。はい、でこの R なんですけども、まあ、実際にこの52というのが制御器具番号で、一応1から100なんですけど、まあ、ちょっと欠番もありますけども、はい、で1から100までというふうには制定はされてます、はい、で実はこの番号のさらに添え字ですね、はい、添え字がつくことによっていろんなこの場所を表すようなイメージになります、うん、でこの R は、レシーブなので受電用の遮断器という意味になります。なるほど、はい、まあ、今回あのここはですねこう2段階になってますので、はい、52R、まあ、これが要は大元ですね。で一応設定上ここからの別の建屋にも送るような形になってますので、こっちがこう別の建屋の自伝のところで R2 で、こっちがあのこちらの設備の R1 というイメージになってますね、うん、はい、はい、はい、で下に行くと 52B がありますね、はい、52B の B は、はい、E はですね、はい、バス、ブス、母船ですね。はい、でここはの母船に、まあ、イメージでこう母船連絡というイメージですかね、うん、はい、まあ、この母船がこちら側とこちら側に分かれてますので、はい、この母船を連絡するための遮断器というようなイメージでよろしいかなと思います。はい、まあ、ついにあの本来1箇所だったらこの遮断器いらないんですけども、はい、これちょっと大きい設備だと2箇所に母船が分かれてますので、うん、はい、この連絡の遮断器だと思っていただければなと思います。はい、はい、はい、続いて、はい、右下に行くと 42C2 というのがありますね。はい、はい、これ42はですね、はい、まあ、イメージと接触器という分になるんですけども、はい、まあ、ちょっとですね あちらにあるんですが、はい、高圧交流真空電磁接触器ですね、はい、あれが42で、これ C はこれコンデンサーキャパシタ C ですね、はい、でここにあの深層コンデンサーがつくようなイメージだと思っていただければと思います。なるほど、はい、はい、ちなみに電磁接触器と電磁開閉器がありますが、はいはい、違いっていうのは、はい、ですね、電磁接触器って本当にこう接触器だけなんですが、電磁開閉器ってなりますと、はい、電磁接触器と熱導経電器サーマルがセットになったものになりますので、はい、なので高圧用では電磁開閉器っていう言い方はあまりしないかなっていう感じですね、うん、実際の低圧の制御回路だと電磁接触器と熱導経電器でセットになると電磁開閉器っていう形になります、はい、はい、でお隣が52ということは、はい、遮断器、遮断器ですね。で、はい、F1 とありますが、はい、その F は、はい、F はフィーダーというイメージになります、はい、で、イメージで言いますとですね、はい、この 52R が分電盤というと主管のブレーカー、はいはい、で、分電盤のこの太い部分がこの母線、はい、でこの F がイメージで言うと小ブレーカーだと思っていただければと思います、うん、なのでここから先がこう実際にこう負荷に送ってくるようなイメージですね。でこれちょっと大きい設備の模擬なので、通常 の自伝設備だともう52R だけっていうような感じですから、ね、要するに出社断装置がこれみたいなイメージになっちゃいますけども、はい、はい、ちょっと大きい設備の模擬設備になってます。はい、で、左に行くと52、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 
8級、はい、でこれ8級がですね、はい、ちょっと難しいところがありまして、はい、さあ、暖炉機または不可解兵器っていう言い方になってまして、はい、まあ、これ一応選択して操作できるんで、おそらく不可解兵器をイメージしているかなって思います、はい、ただ暖炉機として使う場合もありますので、まあ、ちなみにエベレ編集上暖炉機と不可解兵器の違いは、遮断、開閉器は、不可電流は切れる、はい、
が、弾道機には、開閉遮断能力がない。ない、そうですね。おっしゃるとおりですね。はい。なんで、この8級ってなるとちょっとこれ怖いんですが、まあ、もしかしたらこの弾道機自体も遠方で操作できるってイメージでついてるかもしれませんが、まあ、基本的にはこの遮断機が切ってる状態で EQ するっていうイメージかなというふうに思います。なるほど。はい。一応、器具の、番号の定義で言うと、弾道機または不可開閉機っていう定義にはなってます。はい。はい。わかりました。はい。バンで、あとは52度遮断機の G は発電機ですね。そうですね、ジェネレーターの G ですね。はい、はい、で、さらに下に行くと42、はい、これがさっきの接触機ですね、はい、あ、接触機、はい、なんでここが、まあ、なんかあるのかなっていう感じですね。はい、はい、整理板については、はい、番号は以上なんですが、はい、その下にはい、リレーがあるんですが、はい、リレーいっぱいありますね。87とかの器具番号、おっしゃるとおりです、はいはい、87は主に比率作動経歴ですね、はい、比率の経歴だと思っていただければと思います、うん、はい、な、比率作動いまいちあんまりイメージは、電力会社さん向けのリレー、電力会社さん向けというよりも、はい、大容量の変圧器の保護系電気というイメージで持っていただければと思います。なので、まあ、ちょっと簡単な A を書くとですね、はいはい、変圧器がこうやってあって、まあ、ごめんなさい、ちょっとこれだったらですね、変圧器の上にこの遮断器があって、でここに変圧器がありますと、はい、で、まあ、ここに CT があって、はい、で、まあ、ちょっと今雑な表現になりますけども、この CT のところにちょっとあえて、ごめんなさい、87って書いちゃいますけども、はい、87と、で、ここに、51がこう家電流系電気ですね、うん、はい、はい、で、どちらのリレーが動作してもこの遮断器が動くっていう状態になるんですけども、はい、これ、まあ、大きい設備ってことは、まさにこれとちょっと似てますけども、この下にですね、まあ、実際に大きい設備で例えば66000から6600で落とすとか、はい、そういう変圧器になりますけども、ここの下に今度この各遮断器があって、でここにも51があってみたいな、でこういっぱいついてるようなイメージですね、はい、はい、で大きい設備ってことは結構この設備も規模も大きいですと、はい、でじゃあここの家電流系電気は何の役割をしているかっていうと、はい、実際はですね、ここについて言うと、まあ、母船の保護もそうですし、あと大事なのが、この家電流系電気の交尾保護、バックアップというイメージになってます。はい。って、はい、なると、じゃあ、こいつはですね、どう、短絡事故を検出したら速やかに動いていくかっていうと、ちょっと微妙なところがあるんですね。すでにバックアップなんで、例えば、ここの部分で事故が来たと。はい、そうすると当然ここにも電流流れますと、はい、でもこいつがすぐ動いちゃうと本来こいつが仕事すればいいのに表が動いちゃうと、まあ、イメージで言うと分電盤のコブレーカーが動けばいいのに主管が動いちゃうようなイメージですね、はい、そう停電範囲が大きくなってしまうと、はい、なんでこいつちょっと待たなきゃいけない、はい、でもここの下には変圧器があると、はい、じゃあ変圧器で事故起きた時に待ってるとやばいですよね、まずですね、はい、ってことはどうすればいいかっていうと変圧器だけの専門家を設けるんですね。でこの比率作動系電気っていうのは、まあ、これリレーの保護範囲って言うんですけども、はい、このまず51についてはこの CT から下全部です、うん、全て読みます、はい、しかしこの比率作動についてはこの1次側の CT と2次側の CT の間だけなんですね、うん、なんでこいつは事故検出したら即時に動いちゃっていいんですね。なるほど、はい、なんでイメージで言うと例えばこいつが、検出してから動作時間コンマ4秒持ちますと、うん、ところがこいつはもう瞬時動作ですみたいなイメージで、はい、切る遮断器は同じで停電範囲も同じなんですが87が動いたのか51が動いたのかでどこの事故かっていうのが分かる。さらに言うと87は瞬時動作なので変圧器は速やかに動くというようなイメージになってます。なるほど、はい、小さい設備だともちろんいらないんですけども、うんうん、はい、これが87ですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、さてあとは5151は今言った家電流系電気ですね。流系電気、はい、はい、で27、はい、27は不足電圧系電気になります。あ、はい、はい、だから停電ケースですね。はい、はい、で64は64は、地絡家電圧系電気になります。あ、はい、はい、あ、そうですよ、はい、ちなみに59が通常の家電圧になります。ああ、はい、あ、 5VC がどうですか。
そうです、OVGR です。はい。はい、で、5151、はい、67。はい、67がですね、これが、地楽方向形電気。まあ、正確に言うと、67って方向形電気で、はい、実際、この67の後ろに G をつけたりします。あ、なるほど。はい。で、実はですね、ここにもしれっと G がいるんです。あ、本当ですね。はい。これ 51G っていうのが実は、地楽過電流形電気、OCGR なんですが、はい、まあ、実際には OCGR って言い方じゃなくて GR と皆さん呼ぶものになります。はい。変がデバイス番号ですね。はい。メインはこれを覚えとけばいい感じです。基本的にはここにあるものを覚えとけば大体大丈夫かなと思います。はい。あのこれ以外だと結構もう特殊なものが増えてきてしまいますので。うん、はい。ちなみになんか覚えるコツとか、なんか語呂合わせみたいなのってあるんですか？これはですね、ちょっとないんですよ。なんでもうひたすら私も勉強しました。なるほど。はい。あの設備データも本当にこれしか書いてなくてですね、わからないんですね。わからない。はい、あのなんで私もあの長年の叩き込まれによりを覚えたというような、まあ、ただあの結局さっき申し上げたようなこの R とか G についてはちゃんとあの意味がありますので、まあ、R はレシーブ、はい、B はブス母船で、はい、G はグラウンド地楽とかですね、はいはい、F はフィーダーとかこういう覚え方はできると思います。なるほど。ちょっと番号は覚えるしかないかなという感じですね。わかりました。はい、ありがとうございます。ですかね。はい、ありがとうございます。結構あのデバイス番号いろいろあの現場によってあるものが覚えるもの多いと思うんですけども、あのぜひ皆さん頑張って覚えていただいて、活用していただければと思います。はい、では、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして誠にありがとうございます。当チャンネルでは電気工事士電検3種を受験するためのお役立ち情報が満載です。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。